ターンです。やり方は至って簡単。ですね、回転数を上げる、パワーの出るとこね。でハンドルを切る、あとはクラッチを息につなぐ。であとは一応ですね、パイロンを立てながら目標物に沿って同じ R で曲がることがポイントですね。これで練習としてはカウンターを当てて回る練習とか、あとはハンドルを中に入れる練習とか、いろいろこれをやることによってまず基本のアクセルワークが勉強できます。回転をですね、ちょっと4000回転で上げてみて、タッチスピード、あとはカウンターを戻したり、あとは踏んだり踏んだり結構止まる。フロントタイヤのですね、今、フロントタイヤがどちらを向いているかとか、そういうのをですね、学ぶ練習になります。続いてはですね、定常円旋回、これは先ほどの、アクセルターン、スピンターンのアクセルターンのですね、ちょっと大きい版ですね。これはだんだん大きくすることによって実際に、サーキットやコースに出た時に、R に対応できるようなアクセルワーク、またはステアリングワークを勉強できます。スタートは一緒です。見てください。これもね、このパイロンに沿って回るのがすごく難しいんです。さっきは小さい円でしたけど、今度はちょっと大きいですね。この三角形の広さを広くすることによって、どんどんコースに近い練習ができるというわけです。これも基本中の基本。ではハンドルを内側に少し切ってですね、クラッチを見る。まあこんな感じですか。続いてはですね、ちょっと中級編、上級編です。8の字スピンターン、これはですね、アクセルワーク、ステアリング操作、サイドブレーキ、ドリフトの基本値を全て一挙に練習できる本当にいい練習です。ご覧ください。このように目線も大事だし、車をラインに乗せるその時のアクセルワーク、ブレーキ、サイド、ステアリング、一気に全部練習できます。これをね、完璧にこなせると、あなたももうコースインできます。そしてですね、最後、あの2本のパイロンの間を抜けることによってコーナーの立ち上がりの、ドリフトしながらまっすぐになるという、そういう練習もできるわけですね。さあコースにやってまいりました。ここはですね、中級の初級編、分かりづらいですけども、まあ、コースの初級編ですね。ここでやるのは、進入はまだ危ないんで、立ち上がりからのパワースライドの練習です。アクセルワークの練習、パワーをかけてテールが滑った時のそのステアリングのコントロールの練習であったりとか、あとはアクセルの練習、これはですね、ポイントはね、最初はね、リアタイヤに、ちょっとグリップの低いタイヤを履くのがポイントです。車のセッティング的にはとにかく LSD さえ入っていれば、どんな車でも FR であればほとんどできます。オートマでもいいです。はい、まずコーナーはゆっくり入ります。ゆっくりですよ、危ないですからね。ここからですね、立ち上がりにかけてアクセルを上げてパワーをかけてスライドさせる、ちょっとスライドするだけでいいです。最初はお釣りをもらうとちゃんとカウンターを戻す。慣れてきたらちょっとずつ入り口からやっていきましょう。
次のステップです、先ほどのテールスライドから今度はですね、進入から、向きを変えてそのままパワーをスライドにつなげていきます、こうなるともう本当のドリフトに近くなりますね、まずはですね、これもスピードはゆっくりでいいです、ゆっくりブレーキングしながらコーナー入ったと同時にサイドブレーキを引く、こうですね。そこから今度はパワーをかけてさっきのテールスライドと同じ状態に持ち込む、これができればもうあとはですねこれの練習、スピードを速くする、もっと速いスピードのコーナーで練習する、それの基本となるサイド進入からのパワースライドの練習、これは大事ですよ。ブーンと行ってブラッキーを踏んでサイドを引いて、無理やり車を滑らせるという技ですね。これはですね、左を打つと危ないのでパイロンでやりましょう、パイロンを立てておいてそこに向かってサイドブレーキをロックさせてターンする練習ですね。ギアは2です。あのようにスピンするまでいけばもうパーフェクト。エンストはいらないです。シーケンシャルの弱点、急な動作ができない。お待たせいたしました、上級編です。最後はですね、ここ恵比寿南コースなんですけども、ここでやる大会で、上位に入り込める、ベストの走りです。先ほどの応用編までのスピードアップ版ですね。もう遥か手前から、テールを流して全てのコーナーをつなげていくというね、これはもちろん車の性能も良くなきゃできないし、ドライバーのテクニックが良くないとできません、今までやってきた基本から全てをこなしたドライバーだけに贈られる特権です。恵比寿南コースの最高の走りです。最終コーナー試験から全部つなげてきます。ここからはいいいですか、あそこでサイドブレーキもしくはブレーキングで車の姿勢を安定させて、あとはパワーをかけていくね。あとは見てください、どんどんアクセルを踏んで白煙を出していく、これが最近のドリフトスタイルですね。最高級の走りです。上級編はですね、いかにやっぱり迫力ある進入を見せるか、アクセルの踏みっぷりもすごくよく踏んで、それから進入速度も高く角度もつけていく感じですね。あとはアウトインアウトをきれいに取ってっていう全部を、総合的にまとめるのが上級編ですね。まあやっぱり進入のかっこよさが一番です。はい、初級中級上級編とですね足早にやってきましたけれども、まあ何が言いたいかというとですね、車を手足のように扱えるっていうのはこんなに楽しいんだよってことがですね伝わればいいかなと思いますね。はい、とにかくね、あまりね格好つけなくていいんで、とにかく自分の持ってる車でちょっと滑らせる用のタイヤだけを用意して、ちょっと安全な場所で練習をするとこんなに楽しいことはないんで、ぜひ皆さんもちょっとドリフト練習してみてください。はい、ここで皆さんにお知らせがあります。はい、今年からですね、MSC チャレンジといいまして略して M チャレ、今年から始まったんですけども、これはですね、まあ、ドリフト大会のイベントなんですが、初級、中級、上級とですね、皆さん誰でも参加できるような楽しいイベントになってます。これは僕らもね、プロデュースもしてますんで、ぜひ皆さん、参加して楽しい一日を過ごしてください。はい、お待ちしてます。お待ちしております。
車がもっと好きになる車情報総合サイトモータースポーツコム。カーイベントからレースクイーンまでお宝情報満載。そしてここを見逃すな、 MSC チャレンジ。全国の頂点を目指す驚愕のドリフトバトル MSC チャレンジ。全てはこちらをチェック&クリック。モータースポーツコム、モバイルも必須だ。熊谷和則です。はい、通称くまさん、くまごろと。通称筋肉。はい、筋肉。言われてます。コンピューターのセッティング以外は、エンジンも全部、ボディも、色も全部自分で動いたし、やっぱ4スロースかね。下から来るように、あんまカムはデカめじゃないって感じですかね。カムは272の2パッパー。はい、大月隆之と言います。まあ、基本的にお金がないんでエンジン自体はノーマルです。駆動系から全部取り替えてまず FR にすることから始めました、はい。まあ、あとは、まあ、車検に通るように気をつけるとか、キャタライザーをメタルにしてお金かけました。まあ、排ガスはとてもクリーン、地球に優しいドリフトマシンにできました。ありがとうございます。はい、続いてゼッケンナンバー17番アンドルー・グレイ選手です。さあ、続いてスタートしましたゼッケンナンバー1番村瀬豪選手です。ラストゼッケンナンバー10番チームアニマル・セラマ・グレイ選手。さあ、スタートしています44番平本選手、41番石黒美恵子選手、
続いて119番松井選手。さあそして94番勝選手。上田選手です。さあそして玉置市市原軍団山崎清隆選手、中川正則選手、倉永智人選手が出発いたしました。パートで優勝狙います。審査員の方全員一致で優勝が松井選手だったということなんですが、どうですか？はい、すごい嬉しいです。あ、次も日光になると思うんですけど頑張ります。はい、楽しんでてよかったな。全然大会のことなんか忘れてた。全然大会のことなんかスプリントレースだよ。スプリントレースとりあえずぶつけてもいいからさ。色、あまり今日もいい日、ピンク色。左右違うんですね、柄が。左右違うんですよ、これね。いや、どっちも同じにしたらおもんないかなと思って、こうね、2種類のデザインを、文字の、うん。グッサンです。ポイントはですね、まあ、定番の2号の世界。うち、マフラー屋なんで。あ、そうなんですか。アクセスしてね。あとはですね、GT ウィングのチタンの。足ですね、これ。あ、和田太郎です。車の自慢点はまずこのデカさですね。はい、はい、タービンはね、これはトラスト07ですね。はい、これは油圧、リアの油圧系統に割り込ませてるんですけど、はい、まあ普通のサイドより
まあ、ディスクでキャリパーでできますんでね、まあ、よく聞くと、はい。大会で優勝取れたんで嬉しいと思ってます。エキスパートクラス優勝の中村直樹です。おめでとうございます。ありがとうございます。バーストと不愉快な仲間たちよろしく。あのお台場への切符を手にしました。お台場で優勝します。あーすごいよ。同じく頑張ります。そう言ってるんで頑張ります。そう言ってる。